ビートクラブにお集まりの皆さん、こんばんは、佐藤ひろこです。今日はですね、まあコロナの影響もありまして、ちょっとそちらに伺うことができなくなってしまいましたが、5月のレギュラーライブはですね、栃木の素敵なミュージシャンの方と一緒にライブに出る予定でしたので、そこは変わらずお届けしたいなと思います。まずは素敵なメンバーをご紹介したいなと思います。オンパーカッションコキさん、よろしくお願いします。そしてオンギター新井さん、よろしくお願いします。以上、このメンバーでお届けしてまいります。それではまずは1曲お届けします。シャン、サクラフルというアルバムの中から1曲です。君は一人じゃないパート涙
ありがとうございます。1曲お届けしました君は一人じゃないパート2でした。本番になるとみんな勢いが上がって音量が上がったのでちょっと下げますね。さて次にお届けする曲はですね、これまた同じく桜降るというアルバムの中に収録されている曲で、この曲はこうきさんが好きだと言ってくれた、はいはい多分このクリオリカやんだからめっちゃちっちゃく入ってますからね、はい、ありがとうございます。そんなナンバーをお届けしたいと思います。この指止まれ、まあThank you.
わありがとうございます。お届けしました、この指止まれという曲でした。さあ次の曲で最後の曲になります。ではここで告知をしたいと思います。私佐藤ひろ子の告知としましては、現在ですね栃木テレビさんの方でですね毎月第1第5金曜日にイブロックプラスという夕方の情報番組に出ていますので、お時間ある方はぜひご覧ください。そして、CRT 栃木放送では毎週日曜日夜8時からです。はい、ラジオやってます。よかったら聞いてください。イエイ、イエイ。じゃあこのどちらかのマイクに向かって、告知を、じゃあ荒井さんからこの間スプーン曲げてましたけど今日持ってきてないんですか。今日スプーン、うちのスプーンはダメなんで。あ、じゃあ曲げてしまうから、まあ、絶対ダメなんで、はいはい、告知があればこマイクに向かってください、あ、マイクね、はい、マイク、はい。ビートクラブのレギュラーライブは、ちょくちょく出させてもらってます。まあその他、オレンジクロックスというオールディーズバンドですね、まあ、そこでも歌ったりギター弾いたりしてますので気になる方いたら、チェックしてみてください。わあ、はい、ありがとうございます。この間ちゃんと私に喋らせてもらえなかったからちょっとちゃんと喋れてよかったです、はい、じゃあすみません、コキさんこっち来てもらって、はいはい、マイクに向かって喋ってください。はい、テストです。なテストはずっとしてますから大丈夫ですよ。そうですね、まあこういうご時世なんでなかなかライブとかができないので今、まあ、動画とかで昔やってたギター合奏をちょっとやってみようかなと思って今練習してます。そのうちまあアップできたらいいかななんて思ってます。そんな感じです。よろしくお願いします。さあそんなわけでそんな栃木ズ3人でお送りしました。じゃあ最後に、今年の1月に発売した佐藤ひろ子の流星という曲を歌ってお別れします。今日はどうもありがとうございます。栃木ズでした。空を染める青の衣まと願いは命の星降る流星声は奏でた空を切り裂くような声で風はほら命を今運んでゆくから
最後にもう一度メンバー紹介を。オンドラムス、こっちから行こう。オンドラムスコウキさん、オンギター新井さん、オンギターボーカル佐藤ひろ子でした。はい、OK です。